伝統的な模様が描かれた石油陶器。ファエンツァ西洋で焼く前に皿の絵付けをしているところファイアンス焼きとは繊細な単行色の土の上に石油をかけた陶磁器を指す。北イタリアのファエンツァが名称の由来である。酸化鈴を添加することで絵付けに適した白い釉薬が考案され陶芸は大きく発展することになった。この発明はイラン、または 中東のどこかで9世紀より以前になされたと見られている。石油陶器を焼くには摂氏1000度以上の温度となる窯が必要である。技術的には石油陶器であっても例えば16世紀フランスの産、ポルジエールはファイアンス焼きではない。しかし一般にはあまり厳密に区別することはない。ファイアンス焼きという言葉は拡大解釈され、紀元前4000年の古代。 エジプトやインダス文明で見られる釉薬を使った陶製のビーズにも使われることがある。他にもクレタ島のミノア文明にも同様の出土品があり、クノッソス遺跡でも見つかっている。ムーア人がアンダルスに石油陶器の技法をもたらし、この地で金属油の技法が完成した。アンダルスのそうした陶器は一部はバレアレス諸島経由で一部は 直接イタリアに輸出された。マヨリカ焼きの名はマヨルカ島に由来し、そこが中世スペインのアラゴン王国からイタリアへの石油陶器輸出の経由地だったことに由来する。その多くはムーア人が生産していた。イタリアでも14世紀頃から石油陶器が生産され始め、15世紀末から16世紀初頭にピークを迎えた。このイタリア製ファイアンス焼きも マヨリカ焼きと呼ばれている。ファイアンスという古称は、ラベンナ近郊のロマーニャ地方にあるファエンツァのフランス語名であり、その地で、白地のマヨリカ焼きが15世紀初めから輸出用に生産されていた。石油陶器を北方で最初に真似たのは、オランダである。ファイアンス焼きの一種であるデルフト焼きは、コラント州デルフト周辺で16世紀初頭から生産されたもので、 中国から輸入した白地に青の磁器や日本の小まり染め付けの影響を受けて白地に青の絵付けを特徴とした模様自体はダッチデコールと呼ばれる独特のものが発展したイギリスにもデリフト焼きが伝わりロンドンのテムズ川南岸のランベスなどで16世紀後半に生産された薬屋で薬を保管する壺などを作っているロンドンで 陶芸工房を開いた人の多くはフランドル人だった。18世紀後半にはより安価なクリームウェアが取って変わるようになった。オランダ人はドイツにもファイアンス焼きを定着させた。最初の工房は1661年にハーナウに作られ、1662年にはホイゼンシュタムにでき、すぐにフランクフルトアムマインにも広まった。ルネビルのファイアンス焼きフランスでのファイアンス焼きの 中心地はカンペールで、他にリューアン、ストラスブール、リュネビル、ニーデルビレー、サルグミーヌなどで生産された。リグリアの18世紀中頃の陶器、オランダやフランスのものに逆に影響されたもの。リール美術館フランスのファイアンス焼き工房では何も印をつけなかったため、その鑑定には陶器本体の特徴、釉薬の特徴や色、 装飾のスタイルなどを考慮する必要がある。ファインス・ブランシュは装飾のない白さが特徴である。ファインス・パーロンテは、標語化バナー風に描かれているのが特徴である。薬局用の容器は、中身が何であるかをラテン語の略称で書いてある。ファインス・ペイトリアティックは、フランス革命の頃に流行したもので、団結などを標語として描いている。18世紀末。 より安価な陶磁器が市場を席巻するようになり、ファイアンス焼きは衰退した。19世紀初めには釉薬を使わなくとも表面がガラス化するような高温で焼くストーンウェアが登場し、ファイアンス焼きはさらに脇に押しやられることになった。1870年代、イギリスでの丹米主義運動により、ファイアンス焼きの良さが見直され、ミントンやウェッジウッドといった大手の製陶業者が、 ファイアンス焼きに再び手を出すようになった。ありがとうございます。